長靴は、いずれにしても、基本的に、長い靴、という意味の言葉で、実際その通りの形なのだが、現代では読み方によって指すタイプが異なりがちで、ただし、これはそういう傾向がある、という程度の話で、長靴を履いた猫の主人公は剣士なのだが、履いている靴は、長靴ではなく長靴と、物語中で解説されているので、長靴と、長靴の読み分けや、意味の相違は、 必ずしも絶対的なものではない。日本語では長靴半長靴短靴という長さに着目して靴を分類したりグループ化する方法が基本的にあり長靴はその一つである。乗馬用長靴最近では乗馬用のものは乗馬クラブなどでは通常乗馬ブーツや乗馬用ブーツと英語からカタカナにした表現で言ってしまうので超過。 長靴の音の違いは問題にならない。ブーツ、軍服、乗馬服を参照のこと。ラバー製の長靴ゴム製のものはゴム長靴、ゴム長と略されることもある。革製のものもある。起源はウェリントンブーツである。現在、英米では、ゴム長靴をラバーブーツやガムブーツのほか、ウェリンテンスやウェリーズと呼ぶときがある。地面が水、泥水などの液体で濡れる状況において、 足を防護するために用いられる。また、靴底を中心とした消毒が必要な状況下でも用いられる。厨房や水産、畜産、落農現場などの作業用など、耐油性を持たせたものもある。漁船場や海岸などで釣りをするときなどにも用いられることがある。特に長くて銅まで一体化した銅付け長靴というものもある。また、雨靴としても用いられる。 ゴム製、PVC 製の長靴は表面の全体にエナメル加工されたものが多く、ロングブーツ型のレインブーツもエナメル側を使用する場合が多い。インジェクション長靴というものもある。アメリカの大手百貨店が1951年に発行した通信販売用カタログに女性用ゴム長靴がエレガンレインの名称で掲載されており、エナメル加工が施されたゴム製で、 色は赤、茶、黒、白とあり、一足3.45ドル。そして筒部分の長いタイプもゴム製。一足4.59ドルと記されている。カタログを入手した日本ゴムが長靴のデザインを参考に、1954年から生産開始した。1960年代後半にミニスカートにロングブーツの流行が起きると、 ノキアが1967年にロングブーツのようなゴム長靴の製造を開始した。日本では1969年にアサヒゴムがハイレインのブランドでロングブーツの形をした細め長めの婦人用ゴム長靴を発売。色も赤、白、黄、黒とラインナップを揃え他社もロングタイプの長靴を競って発売する。それとは反対に1978年には 銀座金松が長靴の形をしたブーツをロングブーツに使うエナメル革で作り、エナメルの長靴が流行した。長い髪でフェミニンな美青年が女物の長靴や婦人用ロングブーツを履くというスタイルや若い女性が晴れた日に長靴を履くというファッションも見られた。2005年頃から海外の女優やモデルたちがハンターやエーグルなどのゴム長靴を愛用するようになり、 映画、ミスターミススミスでは、アンジェリーナ・ジョリーが、長靴姿を披露した。女装の婦人服、モデルアンドレー・ペジックは、マーク・ジェイコブスの長靴モデルを務め、ホットパンツやミニスカートに、長靴という組み合わせが、秋冬のコートにロングブーツというコーディネートに対し、春夏のオシャレとして定着するようになる。さらに、近年の日本では、野外ロックフェスティバルがブームとなり、 晴れの日でも長靴というファッションが再び注目されるようになった。長靴ファッションを扱ったファッション誌、エッセイなど編集。ありがとうございます。